こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、コメントをよくいただいている方のちょっとね、紹介といいますか、返信動画にさせていただきます。その方はですね、鳥居真知子さんとお呼びすればいいんですかね。いつもね、隠居久保哲郎様というふうに丁寧に語りかけていただいて、いつも勉強になりますというところからコメントを書いてくださるんですよ。こういうふうに穏やかに、コメントを書いていただくとね、やっぱり、ね、私もね、嬉しいし気になるんですよね。この方っていうのはどういうふうな人生を送っているんだろうかとかね、この方の役に立つためにはどういうふうなことを発信すればいいんだろうかって、非常にね、私の方が逆に気になることが多くてですね、できればね、こんな話題について、久保さんの考えをお聞かせくださいみたいなのがあると、とってもね、私もこうやりごたえがあるかなということでございます。で、今回書いていただいたのが、来年春食糧難へのコメントということでいただいております。食料は冷蔵庫の中と水分3ケースだけで不安感感じました。日本の空き地ずっと心配でなりません。中国の方々が買い、私たち時代がなくなった時半分くらいに日本人になったら、子どもたち、若い方々のために政府は良き形考えていると思えずに不安です。なるほど、政府がいまいち信用できないということですね。食い止めて日本を守ってほしいですと、たった一人で、心配バカみたいでしょう、今日も元気を出したということで、そんなことはないですよ、バカみたいなことはないですよ。やっぱりこういうふうにね、一つ一つのことをしっかりと自分のこととして捉えてくださっているまちこさんが、やっぱり素敵だなと思いますし、私もね、まちこさんの心に届くようにこれからも発信していきたいなと思います。特に今回は食料なんていうテーマです。やっぱり食料っていうのは、伸び盛りの子どもたちや10代20代の方がやっぱ消費量多いわけですよね。で、だんだん30代40代になってくると、食べるってことはね、どちらかというと娯楽に変わっていきます。ですので、飲み会に行ってみたりとかね、晩酌でビールを飲んでみたりとかで、60代70代になってくると、今度はですね、食も細くなりますし、食っていうのは健康に直結するものって考え方がものすごく出てきます。やっぱりね、こう肥満であったりとか、あと逆にですね、痩せすぎであったりとか、栄養不足だったりとかね、あとコロステロールですとか、そういうのとか、あと DHA、EPA とか栄養素ですね、それから成人病、高血圧みたいなのもやっぱり気になってきますし、少しずつ肉体の処理能力っていうのは衰えていくわけなんですよね。そういう意味でも、本当に少ない食品で質の高いものっていうのを目指すようになるのかなと思います。最近はですね、やっぱ食品っていいものばっかりが出てると私は思うんですよね。そんなに劣悪な食品がコンビニに並んでるとも思いませんし、よくね、コンビニの弁当っていうのは防食剤が使われてるから長持ちする、腐らないとか言いますけども、コンビニの弁当って大体ね、8時間ごとに配送されてるんで、そもそも長持ちするように何か仕掛けをする必要がないんで、そんなにね、防腐剤が入ってるかもしれませんけども、そんなにね、極めて異常値が入ってるとは私はちょっと思えないんですよね。工場見学の方とかも、私もね、食品をやってる時によく行きましたけども、そんなに怪しげなものは入れてなかったのかなと思います。で、やっぱり原産地にこだわった食品、食材ですね、人参ですとかじゃがいももちゃんとね、日本の農家さんから仕入れてるのが多いんで、そんな格安のどっかよくわかんないようなものを使ってるような感じはしなかったですね。ちょっと昔の話なんで今はわかりませんけども、コンビニですとかスーパーには私は一定の信頼を抱いております。それこそね、莫大なコストをかけた安全対策に関しましては、家庭のものよりは随分といいものを使ってるんじゃないかなって気はするんですよね。まだわかりませんけどもね、そこもね、これからどんどん掘り込んでいきたいと思います。まちこさん、本当にありがとうございます。いろいろとね、まちこさんのコメントに関して私も気づくこととか、いろんな、励ましとか動機とかエネルギーが湧いてくることもあります。これからもよろしくお願いします。それではありがとうございました。